はいどうも、翔平 TV です。本日はこちら大井ふ頭で、スナックスの試合をしてきたんですけども、今日は4イニング投げまして、ちょっと肩が張ってるんですよ。体のケアについて結構力入れようと思っていろいろやってるんですけども、その中でこちらスパークユーというムース系のね、体を良くする、体の血流を良くして疲労を回復させるという、スプレーがあるんですけども、こちら結構使ってていいなと思ってるんで紹介したいんですけども、一応2種類あって、あ、画像でこちら2種類あるんですけども、ムースとスプレーが2種類ありまして、こちらはムースの方なんですけども、一応こう開けますね。で、手に出すんですけども、血流を良くして脂肪を燃焼させるっていうズボンについてますよ。で、これムースなんですけども、こちらこれを投げたんで肩にやったり、疲れたなっていうところに、塗るんですけども、これ試合前でも試合後でも両方使えるんですね。で、これはムースの場合はすごい伸びるんで、いろんなところ全身にもできるんですよ。一応肩にこう塗るんですけども、バーって塗ると相当いろんな、もう全体的に塗れるんでいいかなと自分的には思います。で、次の日になって結構筋肉痛が結構激しくこう痛みがね出るんですけども、それが最近これを使い出してからそういう痛みが全然ないんですよ。その次の週の野球にもいい形で挑めるようになっています。この向こうさんとスポーツマンがいるんで、ちょっと試してみたいと思います。疲れた。どうもお疲れです。お疲れです。ちょっといいですか。どうした翔平 TV。 スパークユーって知ってます？知らんわ。知らないません。知らないですか。スパークユーっていうヘアワックス。ヘアワックスじゃないです。野球部らしからぬものですねこれ。野球部俺ワックスとかつけないからね。つけないですか。当たり前だろ。タケちょっとハゲ気味なんで、これ行くぞ。ハゲ気味じゃないですよ。これおでこは広いんですよ。そうか、行くも、行くもじゃないね。どんなんだこれ。これムースなんですよ。はいはいはい。で、これを、疲れたところに塗るとか、メイドインジャパン、気になるところに塗る、メイドインジャパン。でも、これは、ね、疲れが取れるわけ。そう、血流良くしたり。え、じゃあ早速やってみる。タケ君も、はい、今日投げたんで、肩やばいっすね。でも肩ですね。じゃあ肩やるか。じゃあ肩やりましょう。うん、じゃあそれとりあえず脱いでもらって、で、手に軽くいける？あ、オッケー。あ、待って、俺右手にやっちゃった。塗れねえじゃん。いけるいけるいける。これを一回こっちに移して、そう。はい、これを肩に、はい、塗ります。はい、全体にバーッと塗ります。ああ、塗ります。で、結構これ出しすぎたんじゃないの？え？でもちょっとバーッて、もう外でいいんですよ。もう伸ばしていいですか？伸ばして伸ばして伸びるんで、思いっきりガンガン。肘にも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 。肘も。なんか色がすごいよ。やばいね。ほら。うわ、すげえ。つけすぎやろ。うん、やばくない。タケタケ見て、うん、つけすぎやろ。つけすぎつけすぎ。これはつけすぎっすね。擦り込んでいく。あ、でもちょっと伸びてきましたね。そうそう、真っ白やん。そう、擦り込んでいきます。で、こう擦り込んでいって、はい、これで血流が良くなるんですよね。これ細胞も修復していくんですよ、はい、で、これによって翌日の筋肉痛の軽減とか、はい、なるほど。その次の週のパフォーマンスにいい形で臨めると、はい、いうやつなんですけど、お、消えましたね、白いのは。いいですね。スポーツマン、チャンネル登録よろしくお願いします。OK、概要欄に押しておくわ。はいはいはい、しゃか。俺もちょっと疲らして。向こうさんもいるか。俺ね、向こうさん今日どこ、どうした、今日どこかな。今日はね、お腹疲れてるわ。お腹疲れてる。飛んだからな。お腹削れてますよ。今日だいぶキャッチめっちゃしたからね。だいぶ今日、滑り込んでね、2回取ったから。見た、前滑りやったろ。チーム救ったからね。軽くね、軽く落ちてた。はい、どんぐらいどんぐらい。こんなもんでいいよ。あ、こんなもんでいいですね。多分これが理想ぐらいやろ。でもさ、これあれやろ、まあ、とりあえず塗り込んでいくか。塗り込んでいこう。すげえな。あー、超疲れてたからお腹。でもちょっとね、やっぱつけすぎやな、これな。ちょっとでいいよ、ほんとに。ほんとちょっとでいいですね。うん、これちょっとつけすぎた。これ血流良くなるんで。ほんと、いや、だからあれ、ちょっと熱くない？若干熱いですか。やばい。向こうさん、これね、ちょ待って、向こうさん、これね、うん、某有名アスリートが結構ね、はいはい、使ってるんですよ。はっ、ちょっと熱くなってきた。嘘、脂肪燃焼されてるわこれ。いや、でもぶっちゃけていいですか、これすぐには効果わかんないです。そうそうそう。で、次の日とか、ね、うん、なるほどね。そう、試合前とかさ、うん、そもそもてかお腹疲れんやろ。なんか、まあ、大丈夫か。なんで抜けるの。まあ、とりあえず俺今日滑り込んだんで、じゃちょっとね、脇腹痛めたちょっと。そうそう、あれでも本当あれやろ、その筋肉痛とかに効くってことやろ。そうそうそう。なるほどね。じゃちょっと明日見てみましょうか。そうですね、明日。はい、ということで今回はこちらのスパークユーを紹介しました。はい、こちら結構いろんなお店で売ってるんで、もし見かけたら手に取って見てもらえればなと思います。はい、はい、ということで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。それでは、ありがとうございました。
こんな感じですね。いいね、いいね。どうですか？